水して。いや、麻酔してよ。入院もちょっとしたい。暇なんだよね。本当に暇。だからなんか伝説を残したいと思って。うん、あの前回は病院探検したの。ああ、そう。夜？そう、病院を探検したんだけど、特に何も起こらなかった。まあそれはそうだけど。そうで今回もなんか起こそうと思って、あの談話室みたいなところにいるおじいちゃんおばあちゃんに声かけまくる。やつやば。すごくいつやばい。こんにちはみたいな。何でもできんじゃん。半分何喋ってるか分かんない。持ってないの？俺ないんだよ。オペったこと。オペったこと。オペったないな。腕折ったぐらいだもん。すごっ。ヒーローじゃん。ヒーローだった。そうだね。なんで？子供の頃骨折ったらヒーローかもしれん。松葉勢とかやばいよね。あ、やばい。やばい。それはある。貸してってなる。みんなが持ってくれるんだよね。ランドセルとか。そうそうそう。あれよかったよね。経験したことないけど俺は。ないないない。骨折さ、そんな原因というかさ、めっちゃダサいと恥ずかしくない？また当て？はい。なんだ？ヒントヒント。ヒント。俺家の中。階段から落ちた。違う。階段ない。階段ない。ベッドから落ちた。ベッドもない。俺布団。トイレから落ちた。トイレでもない。え、腕？普通に。腕。ここの2本の骨どっち持った。そんな強くいった。大事故やん。てか部屋で走ったらこう絨毯ズルってなってこけた。いやまあまあでもこけた系。こけた系。こけた系。答え言っちゃうと多分当たんないから。俺当時ね、ドラクエにハマってて。もうダサいもんね。ドラクエにハマってて、ドラクエ10っていう昔。もうやってたね、めっちゃ。やってたんすよ。僕、めちゃめちゃハマってて。一緒だったもん、こいつ。初めて一つの職業がカンストしたのよ。レベル80だったかな、その時。80まで行くのがすごかったの、自分なりに。嬉しすぎて。カンストした瞬間に、なんかバケツの上みたいな、その、カン、なんかバケツの、そう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 、あの、福袋とか、あるじゃん。なんて、まあ、あるんだけど、その缶の上に乗って喜んでたの。で、喜んだ挙句に、乗って、プランって紐垂れてるさ、電気あるじゃん。そこを、パッて蹴ろうとしたの。なんで？わかんないけど、もう盛り上が、アドレナリン出てるから。で、バーンって蹴った時に、ズルっていって、バーンって。うわ、バキッバキッつって、もう、賢者。俺が、そう、賢者、たまたまその時賢者カンストしたの。俺が賢者になった。この時点で。話出来上がりすぎた。ここで賢者やらせだろ、もう。で、親に。痛いっつって俺折れたっつってもうこんなもう腕がマジでこんなになっちゃったああでも逆かいいよこうなってた部屋の中で転んで腕叩きつけて折れることあるんだバキバキに折れたなんかなんだか剥離骨折みたいなずれてドラクエせんとこ本当に危ない一回もないもんな骨折ったの逆になんでって思ってるなんか大体生きる心は骨折したことあるよ気持ち無限にある無限で折れたことや怪我してなんでだよいやなんか怪我したエピソードってよくない ?1 個ぐらい持ってるのまあ確かにおもろいおもろいんだよな怪我するのってその時めちゃめちゃ辛いから治った時いやまあね本当に痛いんだよマジで痛い俺でも乗せ結構小学生の頃折ってたイメージあんだけど折ってなかった割と折ってる結構2回ぐらい折ってなかった2回折ってた2回同じところ折ったやば、うん、なんか1回目は遊具鬼ごっこみたいな感じで遊具使って鬼ごっこしてて、うん、なんか滑り台から落ちて骨折って遊具禁止になったええー、悪いお前のせいだったのそうみんな遊具使えなくなってしょんぼりしてあと1回は中学で体育祭前ぐらいになんか100均に唐揚げを買いに行って自転車でこうパーって帰っててでなんか両手離しができるようになってくやったその時にリュック背負っててあ唐揚げリュック入れようと思って自転車こぎながらこう両手離しながらこうやってやったらプーンスってその石レンガみたいなところでバーンっていっていや折れたうわ行ってやだ何してんの遊具つながりでさ、うん、あの小学校のプールの前にある遊具あるじゃんこうなってるやつ、こういうやつそうそう凸みたいな感じになってる、うん、あそこなんか隙間に子供落ちてみたいな話なかったっけ？あーあれだ。あめっちゃ今な。そうなの？めっちゃ言いそうになっちゃったな。あいつなの？そうなの？俺一緒に遊んでたのその時多分。F と？F と F 二人で遊んでた時に FT と二人で遊んでた時に T がこう挟まったもう T。
いやじゃあもういいわいいわ。あの首が挟まって、首と首だよね。首とここ頭と顎のここに挟まって、ね、うん、死んだ。いや死んでない。いまだに。でなんか上級生みたいな子が下からこうくって持ち上げてくれたからなんとかなったけど、でその時小1だったんだよね確か。仲良かったんだよ俺も。T だったんだそれ。T。そうなんだ。マジで二人で遊ん、たまたま二人で遊んでた時に T がもう。お前ら優子に精通しすぎだろ。優子おもろすぎたんだよ。優子おもろいんだよな。うん、こんなもんですか。そうだな。最後の雑談ですからね。そうね、今日最後の雑談だ。ラスト雑談。悲しい。しみじみ。悲しくなっちゃうな。最後って悲しくなんない、なんか何でも。あ、まあな。止めづらいなカメラが。そうやな。なんで。カメラを止めるとお前がこの世からいなくなってしまう気がする。この世から、この世からいなくならねえ。なんかないの一言。え？一言。一言ないの。一言。あ、ここで言う、ここで言う感じ。でもその方が締まりいい感じするから。確かにな。ね、いやまあそうね。なんかやだ。お前が選んだ道だ。まあそうね。エモ今の言葉。いやまあ。まあ1年間ありがとうございました。1年間本当にみんなありがとうございました。生まれはまあ2ヶ月ぐらいだけどありがとうございました。まあこの1年間、とても楽しかったです。それから視聴者の皆さん、僕らのことを一から応援してくれて本当にありがとうございました。楽しいか本当に。いやまあ本当にみんな本当にありがとうございました。1年間本当にねありがとうございました。悲しい、はい、悲しいなんかね悲しい。視聴者の皆さんもありがとうございました。本格的に悲しいちゃんと悲しい人やん何これ。